神秘で広大な宇宙、この中で悪のエネルギー生命体宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。それを追跡していた宇宙警察エクスカイザーは星川家の車に乗り移り、変形ロボットエクスカイザーとなってコータを助けた。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーとその仲間たちの物語である。リニアモーターカーを助けて。さて次の話題です。東北北海道ではまだまだ寒さに覆われ、今日この頃ですが晴天に恵まれるでしょう。一足早く桜が咲き始めた。しかし明日の午後から大陸の利用し車体を浮かせて走るため車輪はありません。この東京博多間を走ることになったリニアモーターカーは開通を記念して明日の朝招待客を乗せてこれかを発車する。いよいよ仕事だ。燃えてきたり、ね、燃えてる燃えてる。そうだ燃えるね。じゃあ、エクスカイザーは宇宙警察なの？ああ、そういうことだ。仲間は私たちのことをカイザーズと呼んでいるがね。カイザーズか。あの恐竜模型の中に入り込んだのは宇宙海賊ガイスターだ。宇宙海賊？ボスは大のガイストと呼ばれる宇宙一の大悪党だ。彼らは平和の破壊とあらゆる宝の略奪を喜びにしている連中で宇宙を荒らし回っている。今度は地球が狙われた。そこでこうだ、君に頼みがある。もし奴らの動きで何か君に情報が入ったら私にすぐ伝えてほしい。え？私は来たばかりでこの地球のことをよく知らない。奴らが何を狙うかもわからん。君の助けが必要なんだ。分かったよ。何かあったらすぐに知らせればいいんだね。そうだ。それと私のことを秘密にしておく約束だが必ず守ってほしい。うん。私の正体が明かされると必ず大人たちが騒ぎ出し地球の文明に影響が出る。我々はそれを望まないが。うん、分かったよ。なんだか宇宙警察の一員になった感じだな。あー、コウタ君おはよう。福田さん、脅かさないでよ。お？そんな格好で何してんだ？僕はね、宇宙警察の一員になったんだ。なんだいその宇宙警察って。あ、内緒内緒、今の話聞かなかったことにして。それよりこんなに朝早く来たってことはまた得だね。ああ違うよ、編集長と奥さんを迎えに来たんだ。今日日曜日だよ。パパはお休みでしょ。あれ聞いてなかったのかい。これだよ。これこれってリニアモーターカーじゃない。君のパパとママはこれに乗って旅行するんだよ。もちろん僕もね。どうして教えてくれなかったの？ママ、コータに今日の旅行のことを言ってなかったのか。あら、言ってなかったかしら。ねえ、僕も連れてってよ。連れてってやりたいが、今日はパパとママだけの招待なんだ。我慢しなさい。編集長、荷物入れすぎですよ、これ。まあまあ、ちょっと多すぎるんじゃないのか。まあ、そうですか。何入れたんです？お肉と玉ねぎとじゃがと人参と胡椒。あ？あら、お塩を忘れてたわ。な？おはよう、
朝から何騒いでるの？姉ちゃん、姉ちゃんは今日パパとママがリニアモーターカーに乗るの知ってたの？知ってたわよ。じゃあ僕だけ。ママ何作ってるの？カレーよ。あと2時間ほど煮てルーを入れれば出来上がり。2時間って、ママ旅行はどうするの？そう、そうだったわね。これだもん。あとは私とコータでやるから、ママは行く準備でもしたら？さあ、準備オッケー。行きましょうか。まあ、徳田さんも一緒なの？そうですよ。僕はリニアモーターカーの取材で一緒に行くことになってんですよ。僕も。そうなの。何年かぶりの夫婦水入らずの旅行だと思ったのに。まあ、いいじゃないか、ママ。こんなやつでも荷物運びぐらいにはなるんだから。ねえ、僕も。そうですわね。ありがとうございます。いいか、お前は取材をしっかりやるんだぞ。はい。僕も乗りたい。お留守番しっかりね。わかってるって。心配しないでゆっくりしてきて。じゃあね。お土産忘れないでよ。さてと、私、友達と約束あるから出かけるわよ。えカレー作っといてね。焦げないようにお鍋見張ってるのよ。なんだよそれ。2時間経ったらカレーのルー入れればいいんだから簡単でしょ。じゃあね。ちょっと待ってよ。よろしく。なんだよもう、自分勝手なんだから。ああ、リニアモーターカーに乗りたいな。リニアモーターカー。マリオ、マリオ。リニアモーターカーってなんだよ。そうか、君は人間の言葉は喋れなかったんだな。いやー、手がすげーて。前何しに来たんだ。そうでした。あ、はい。宝宝と、リニアモーターカーはどこにあるんだ。編集長、いよいよですね。あ、そうだ、忘れてた。おい、どこ行くんだ。弁当ですよ、弁当。さあ、いよいよ今世紀最大のイベントでありますリニアモーターカーがあとわずかで走り出そうとしています。世界に誇る我が国の鉄道技術がまた一歩新たなる歴史を刻もうとしています。け、いいな。まずい。やばい。セーフ。10円。しまった。さあ、いよいよ世界一速いリニアモーターカーの出発です。奥田のやつ何してるんだ。あら、あそこに。どっちが。これで水いらずの旅行になったわね、あなた。行ってしまった。ご覧ください、あの勇士を。まさに走る弾丸、夢の超特急。け、つまんないの。ああ、一人で弁当三つも食べられないよ。なんということでしょう。東京駅に怪物が。ああ、宇宙海賊ガイスターだ。すでに出発してしまったのか。くそ。コータ、場所を教えてくれ。うん、ここだよ。わかった、しっかり捕まってるんだぞ。うん。
襲ってきたプテラノドン型のロボットは飛び去っちゃったって。ここには君たちの宝物があったのか。僕たちの宝物？あ、そういえば今日リニアモーターカーがここから発車したけど。それだ、奴らはそれを狙ってるに違いない。僕のパパとママが乗ってるんだよ。エクスカイザー、エクスカイザー、こちらエクスカイザー、ブルーレイカー、グリーンレイカー、聞こえるか。こちらブルーレイカー、よく聞こえるよ。こちらグリーンレイカー、こっちも艦の横だ。何かあったのか、エクスカイザー。ガイスターが活動を始めた。応援を頼む。分かった。至急応援に向かう。弟よ、いよいよ仕事だ。乗客を降ろしたらすぐに急行するぞ。分かってるよ、兄さん。ブルーレイカーとかグリーンレイカーって誰のこと？カイザーズの仲間だ。え？仲間がいたの？彼らは双子の兄弟なんだ。双子？あ、おいしい？おいしいよ。俺の作ったものは持ってきてば。こいつだろ、ズーレ。急いでくれ、編集長に東京駅の事件を知らせなきゃならないんだから。お、なんでこんなところを新幹線が走ってるんだ。本当に早いわね。景色を見ている暇もないわ。景色より僕は君がいれば幸せだ。パパったら。おかしいな、こんなところに駅があったかな。やっと景色が見えるようになったわ。様の腕前はなかなか骨のありそうなやつだぜ。あ、あ、鉄橋が。エクスカイザー、なんとかしてよ。あのリニアモーターカーの中にはパパとママが乗ってるんだ。分かっている。コータはしばらくここで待っていてくれ。ここでってどこでさ。ガイストとアーマーガイストだな。ガイスターの悪党どもめ、この地球で悪事を働くことは私が許さん。なんだと。偉そうな口を喰らえ。やれ、やつを叩き潰すんだ。あなた、なんだか動いていません、この橋。Oh!
そうだ、そのまま踏み潰せ。行くぞ、弟よ。おう。あなた、やっぱり動いてるみたいよ、この橋。そうだな。エクスカイザー、大丈夫か？ああ、ブルーレイカー、グリーンレイカー。君たちは奴らを頼む。私はリニアモーターカーを救い出す。わかった。グリーンレイカー、奴らを釘付けにするぞ。わかったよ、兄さん。生意気な。行くぞ、アマガイスト。おお。ファインドクラッ。Thank you.
を欲しさに特ダネ逃がしちまうとは。それでも新聞記者のつもりか。すいません。だいたい今頃どこの絡まりよって。でもすごかったな、あんな大きな敵を一発で倒しちゃうんだもん。ああ、仕事は終わった。急いで帰ろう。君のお姉さんが待ってるかもしれないな。あ、お鍋の火消すの忘れてた。マジ一体何してたのよあんた。私が帰ってこなかったら火事になるとこだったじゃない。ごめん。ごめんじゃないわよ。一体どこへ遊びに行ってたの。見てごらんなさい、お鍋が焦げちゃったでしょ。それじゃ食べられないわよ。気の毒に怒られているようだね、コーダ。仕業だ。エクスカイザー、カイザーズを全員集めて電気を取り戻してよ。次回、勇者エクスカイザー、大停電で大混乱。君の家にも宇宙人いる？